久々に師匠の店に来ましたね。いいですか。お久しぶりです。撮りに来ました、 YouTube を。まむに見通し多い。一応は、出ていいですか。フランクのライブね、なぜ見に行くからね、本当に好きや、今は好きだから、それだけではできない。60代はまだ元気やけど、あ、確実に終わりきとるなって思うよ。ああ、うん、そうですね。60代になって、50代はな、まだ終わんない。ハイボールもせんのな。そうですね。実は僕昔、13年生まれ感じちんと。何件ぐらい行った？もう、今、55、6件高尾まで行くのよ。なんか、いろいろ、ま、あの合わせてですね。すごいね。人のこと自体も すごいことやと思うけど、ね、それってどういうかでやりようってやろうと思ったの？酒場なんとかみたいな感じ。まあ、それ、もともと好きなのあったんですけど、うん、あの、何でしたっけ、去年、あの、なんか、あの、銀行のあんちゃんに言われて、うん、まだまだ定年までまだ早くないし、もうそれよりも俺が持ってたやつだね。それよりも、うん、体はなんともないんですか。大丈夫ですか。会社あの、マスターあ、俺はな、はい、大丈夫やけど、でも全然病院行ったらある日突然じゃないの。あ、受け申し出たら受けてないの。何、までしたことないわ。あ、まあ、毎年市役所か、うん、だんだんね、やっぱりその細胞も言わないといくから、飲みに行ったらもうたくさん、麻雀とかしても結構飲むから、あ、しながら、うん、はい、じゃあごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。楽しかったです。ごちそうさまでした。はい、あれ、まぶしい。あ、はい、はい、バー翔太郎でした。師匠のお店ね、お、挨拶来ましたね。久しぶりにやっぱね、話すると楽しかったです。たまに話したいですね、やっぱ師匠とは。じゃあ次またどこ行こうかな。それではまた。